文学 YouTuber のチャンネル。はい、じゃあいよいよ作者コナン・ドイルが選んだシャーロック・ホームズの短編ベスト12をここでお話ししていきますね。まずね、第12位が第2短編集回想のシャーロック・ホームズに収められたライゲートの大地主たち、ライゲート・スクワイアーズ。ホームズの演技が光る作品って感じですかね。犯人おびき出しがなかなか見事な作品ですよ。それから第11位、同じく第2短編集回想のシャーロック・ホームズ収録のマズグレーブ家の儀式書。これはシャーロック・ホームズがドクター・ワトソンとルームシェアを始める前の時代の、確か大学を出て4年後ぐらいの話かな。でその大学時代の旧友から突如依頼が来て、その事件の捜査に協力したことによってホームズの知名度がちょっと上がったみたいな。つまり他のほとんどのシャーロック・ホームズシリーズの作品って、さっきお話ししたようにそのドクター・ワトソンの手記っていう形を取ってるんですけれども、この作品は珍しくシャーロック・ホームズがワトソンに話して聞かせるっていう形なんです。ここもまだちょっと面白い。はい、第10位、第3短編集シャーロック・ホームズの復活に収録されているプライアリースクール。あ、これなんだ、結構意外だな。から第9位が第4短編集最後の挨拶収録の悪魔の足。前世紀に比べて制裁を書いていると言われたこの時期の作品からも選出されているわけですね。で第8位は第3短編集シャーロック・ホームズの復活の中から第2の結婚。なるほどね。第7位、最初の短編集シャーロック・ホームズの冒険収録の5つのオレンジの種。うん、これはねやばいですね。めちゃくちゃ面白い。で先ほどお話ししたその Google マップで地名を検索しながら見ていくと面白いって言ったのがこの作品です。その港の位置がポイントになってくるんですね。世界史地理強い人はね、聞いた瞬間頭にどの位置かっていうのは浮かぶ人もいると思うんですけれども、僕なんかあんまピンとこないんで Google マップで実際に見て、あーすげー、あーなるほどねみたいな、そういう楽しみ方ができる作品。そしてある歴史的な集団についても実はこの作品で有名になったっていう経緯があって、南北戦争とかああいった時代その歴史のちょっと勉強にもなるかな。そして第6位、第3短編集シャーロック・ホームズの復活収録の一番最初の作品ですね、空き家の冒険。これはね、先ほどお話ししたように死んだと思っていたホームズが復活してドクター・ワトソンとの感動的なね再会のシーンがあったりとか、結構胸熱なんでね、いいと思いますよ。あ、そしていよいよトップ5、第5位、最初の短編集シャーロック・ホームズの冒険収録の一番最初の作品ですね、ボヘミアの醜聞。まあ5位まで来るとやっぱりねこの辺り入ってきますよね。ホームズが実力を認めるある女性との知能対決、どうなるのか。それでも5位か。じゃあ第4位、2つ目の短編集回想のシャーロック・ホームズ収録の最後の事件。なるほどね、そうかそうか。だからシャーロック・ホームズが死ぬことになってしまうこの最後の事件と、その後見事復活を遂げる空き家の冒険と、この2つがトップ10内にランクインしてるわけですね。ここは時系列に読んだ方がいいってことですよ。だってこの作品も Google マップいいですよ。ホームズの事務所があるロンドンのベーカーストリートからもうスイスの方にどんどん移動していくんですけども、この駅で降りてこの電車使ってこの港行ってみたいな、それを線で結んでいくとめちゃくちゃ面白いです。でもスイスの地形ってさすがに私あんま馴染みないんで、出てくるその土地の名前を入れて、あ、こういう風に進んだんだみたいなの分かって結構ね楽しめますね。お、いよいよベスト3いきましたね。第3位、3つ目の短編集シャーロック・ホームズの復活収録の踊る人形。あ、3位なんだ。1位かと思ってた、これ3位か。ちなみに冒頭でお話ししたテレビドラマバージョンのシャーロック・ホームズ踊る人形が確か第2話目だったかな。第1話目が先ほどランキング5位だった第1短編集の冒頭のボヘミアの醜聞ですね。それが第1話で、第2話が踊る人形だったかな。でも短編読んですぐにAmazon プライムとか多分見れると思うんで、映像版のテレビドラマ版の踊る人形を見るとダブルで楽しめると思います。この楽しみもね広がると思いますよ。はい、じゃあ第2位、最初の短編集シャーロック・ホームズの冒険収録の2個目の短編赤毛組合、赤毛連盟って言い方もありますけどね、ザ・レッド・ヘディット・リーグ。そうか、これまあ2位、そうだな。最初の依頼の内容から想像もできない方向に話が展開していくんで、なんじゃそれみたいな。で最後の犯人との対決のシーンとかね、すごく見事ですね。先ほどお話ししたそのシャーロック・ホームズのお決まりの流れの魅力が分かりやすくこうギュッと凝縮されたような作品ですね。ページ数も短いですからね。じゃあいよいよ作者コナン・ドイルが選ぶ56個あるシャーロック・ホームズシリーズの短編の第1位は、最初の短編集シャーロック・ホームズの冒険に収録の8番目の作品ですね、マダラの紐。まあやっぱこれか、ザ・スペックルド・ペン。これも依頼が来てから推理調査が始まって犯人との対決、謎の解き明かし、まあ見事な流れだな。まあおそらく人気投票とか取ってもこれが一番人気なんじゃないかっていう作品だと思いますね。シャーロック・ホームズといえばマダラの紐みたいなとこなんかありますからね。そうかそうか。ということで、そのシャーロック・ホームズシリーズの最初の短編集、こちらのシャーロック・ホームズの冒険ですね、この中にはなんと作者コナン・ドイルが選んだベスト12の中から1位、2位、5位、7位の4つが収録されてるわけですよ。作者本人もかなり手応えを感じてる作品集なんじゃないですかね。
ということで、この作者コナンドイルの実践12作品も含めたシリーズ全作品を前期後期に分けましたけど、その前期の部分だけをちょっと書き出してみました。まあ、どの順番で読むかっていうお話のまとめに入りたいんですけれども、まあ出版順でいくと、まずこの小編のヒーローの研究、そして同じく長編の4人の署名っていうのが来てるんですけど、この2つ飛ばしてもいいんじゃないかなって最近は感じてるんですよ。まあ、やっぱり、そのサクッとシリーズの魅力を感じてもらう方法の一つとして、いきなりここでいいんじゃないかなっていうのはすごく思いますね。シャーロック・ホームズの冒険。うん。で、そうね、一挙にもうだから、ここ、うん、こんな感じでいいんじゃないかな。作者コナン・ドイルが選んだベスト12に含まれてるこの4つの作品をもう順番に読んでっちゃう。1、2、5、8番目ですね。だから2番目の赤毛組合読んだらもう一挙に5番目の5つのオレンジのタイムで飛んじゃっていいと思います。まあ、もちろんこの花嫁の正体とかボスコムダニの悲劇とかね、間に入ってる作品ももちろん面白いんですけど、ただまあそれらを飛ばしてもまあ別に後でね、また戻ってきて読めばいいだけですから、とりあえず有名どころというか、なんかこうベストアルバム的な感じで評価の高い作品を先に読んでいくっていうのは別にまあ読み方の一つとしてありなんじゃないかなっていうのは僕の考えですね。それでその話の辻褄が合わなくなるみたいなことはないですから、同様のノリで次の短編集の回想のシャーロック作者コナンドイルが選んだベスト12に含まれているこの3つの作品をまあこうガガと567、うん、56はでも飛ばしてもいいかな。ただこの最後の事件は絶対読んでください。このこれ以降の作品よりも前にこの位置は重要です。それこそその話の辻褄が繋がらなくなる恐れがあるのでここは重要です。なのでこのバスカビル家の犬飛ばして、次の短編集シャルコームズの復活のこの空き家の冒険、まあ、一応8番で振っときますけど、この7番8番のこの順番はめちゃくちゃ重要。最後の事件の後に必ずこの空き家の冒険読んでください。ここさえ気をつけておけばあとは大丈夫だと思いますよ。順番といえばここはもう外せない流れで、これ以降の作品は必ずこの7番8番最後の冒険と空き家の冒険を読んだ後に読んでくださいね。そこだけ気をつければ大丈夫だと思います。だここ一番重要なポイントかな。そして、まあ、個人的に一番読んでほしい、踊る人形。一応9番って書いておきますけど。また、ね、作者コナンドイル自伝のプライアリスクールとか、第二の結婚とか。まあ、でもここら辺、まあ、マストって感じはしないですけど、まあ、第二の結婚、まあ、どうだろうな。まあ、サクッと全体像って意味では、ここまででいいんじゃないかな。ここも一応、カッコだね。で、好きなタイミングで、このヒーローの研究とか、4人の署名とか、バスカビル家の犬とか、長編。特にこのバスカビル家の犬は最高傑作って言われることが多いんで、まあ、個人的にもめちゃくちゃ面白いと思うんで、まあ、いつかどこかのタイミングで絶対読んでほしいですけども、優先順位的にはこれを真っ先に読むってよりかは短編の方でサクッと魅力を感じてからの方がいいような気がしますね。はい、なので最後まとめますと、どの順番で読んだらいいか。私のおすすめの順番はボヘミアの秋分できたら、その次赤毛組合と5つのオレンジの種とマダラの紐。まあこのあたりは読んで損はないんじゃないかなって思いますね。で、マズグレーブ家とライゲートはまあまあ飛ばしてもいい。ただ最後の事件は読んで、でその後絶対に空き家の冒険、この2つはマスト。できたら次踊る人形で、2位のタイミングでこの3つの長編かな。恐怖の谷はね、まあどうだろうな、優先順位的にはそんな高くないかなっていうのが私の印象ですね。そんな感じかな。はい、いかがでしたでしょうか。シャーロック・ホームズシリーズ全作品ということでね、かなり無理やりな感はあったかと思うんですけれども、まあ、どういうシリーズなのかっていう概要のお話をザザッとして、まあ、全長編と全短編集を時系列にザザッと紹介して、で最後はその全作品の中から作者コナン・ドイル自身が選んだベスト12作品、まあ、短編集ですけどね、まあ、それらを参考にしつつ、どの順番から読んでいったらいいのかっていう私なりのおすすめの順番、ここまでをお話ししていきました。まあ、せっかくですからね、シャーロック・ホームズは僕大好きなので、今後はね、シリーズとして続けていければなと思うんですけども、例えばまあ、一個一個の短編をね、動画にしてお話ししていくとか。まあでもね、ネタバレしないように話していくの結構難しいかなと思う。短編なんて短いですからね。まあまあ、何らかの形でシャーロック・ホームズに関する動画の配信は続けていければなと思っていますので、まあ、この動画をご覧になられている方の中には、当然そのシャーロック・ホームズシリーズお好きな方もいらっしゃると思うので、そういった方のご意見といいますかね、詳しい方たくさんいそうだな。ぜひぜひざっくばらんにコメントしていただければ嬉しいです。ではでは今後もね、文学の旅を一緒に楽しみましょう。ムーでした。